ピオキング桜舞う中魚舞う、ピオキング桜舞う中魚舞う、何も言わないところですか。いろいろ迷いが出てきてる僕はオープニングで、だから今回のオープニングみんな絶対に突っ込むなよ。〇〇〇〇〇の中にもっとうまいコメントが欲しいとかそんなのちっとも思ってないんだからね。それじゃあ本編入っていきましょう。どうもツンデレキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース、トロール12プラスということで、説明文に書いてある通りですね、ピオキングさん12万人記念トロールですって書いてるんだけど、これね、僕がチャンネル登録者数12万人に行った時にツイッターでもらったコースなんだよね。その時に書いてあったのがさ、終盤になるにつれてバグが多くなってきますみたいな。いやすげえ面白そうじゃねえか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00% で、この方よ、確か小6か中1ぐらいだったと思うんだよね。大人を舐めるんじゃないよ。僕はこのコースちゃちゃんとクリアしていってみせるさ。見ててみて、ハハハハ、開幕強制天国速攻バグじゃん。これハラちゃんが上がるやつってバグじゃなかったっけ。なんか今回上がんなかったんだけど。そしてこの四角の枠怪しい。一旦このツタに、もしかしてさ、この四角の枠なんもない。なんもねえじゃねえか。絶対なんかあると思い込んでた。じゃあブラパを避けて先に進んでいきましょうと思ったけど、なんか閉じ込められてしまいましたよ。右のブロックも開けないしさ、この土管は違うっていう感じなんじゃない。12って書いてますけど、どうもありがとうございます。12万人を祝ってると思うんだけど、もうやめろって。こういう祝い方はさ、もうちょっと優しいのにしてくんない。大騒ぎだって。これは新体験っていう感じでしょ。頼むのに、そのまま右行って左に行くなよ。新体験飯を食べるな。このブラパンとこ落ちたらやっぱ当たるとかそういうことはないよな。めちゃめちゃギリギリ設計に作ってきてる。そして次はピースイッチかちくわブロックか。こっち見てるからさ、絶対こっち来ると思うんだよな、石エッジがさ。あ、このちくわブロックを落としておくじゃん。で、この間に隠れるのが正解なんじゃない。見てて、絶対それが正解だと思うから。うまいじゃねえか制作者よ。それやめて。意外とドッスン来なかったな。絶対このバーのところらへんまで来ると思ったんだけど。ごめんね、みんな頭が良すぎるばっかりにこんなことになっちゃって。頭がいい人ってトロールコースで引っかかりまくるっていう傾向がね、確かウィキペディアで書いてなかったんだよね。あこれは目隠しブロックはあるね。バネドアに入ります。そしたらすぐ右に行きます。そんでバネをかわします。この先10コインありますけど、この10コインの方絶対行ったらダメだと思う。一体上を見ておこうか。危ないねここ。下に降りてっていいよ。あそこには行ったらダメだっていうことが分かった。石親父、なんか急に石親父下に来なかった。一旦この四角の枠に行って一番左、あ、これでいいのか。おっ、トスへの真似をしようかな。いらねえって。オットセイの真似を求める視聴者がどこにいるんだろう。そういやさ、公式の YouTube のチャンネルがマリオに関連のある動画が100億再生いったらしくて、それを動画化してたんだよね。で、その時にその動画内で僕のアイコンが載っててめちゃめちゃ嬉しかったんだけど、その反面すごく申し訳なさを感じたね。僕みたいなさ、オットセイの真似をしながらマリオメーカーするやつだってなんかすごく申し訳ねえなと思ったよ。絶対知らないでしょ YouTube 側が。これ右行けなかったね。あー、バーがあるっていう感じね。で、大量にピースイッチが押されてますけど、実は左に行くことが正解ですみたいな。この左は行けないね。どこも行けないっていうことは積みましたわー。ピースイッチを踏まないで下に降りたいと思います。そしてすぐドアに入っていく。ボキャー、急がなくていいのさピオキング。ゆっくりと考えていこう。一旦落ちて左の方に逃げておく。やめろやめろ、大砲なんて撃ってくるのは。あのドアもう入れないのかい。入れるで、失礼します。さあいらっしゃいマリン、ここから先君は地獄を見るよ。俺のは入った瞬間どうすればよかったんだろうな。足場とかなかったよな。ほら、なんもないじゃん。あ、ここに足場があるのか。そんなのわかんねえって。じゃあ左から行こう。右だったら隠しブロックがあるかもしんねえ。そしてここはよく考えろ。右下にカキ棒がいるからそれを踏めっていうことかな。で、石エッジはこっち来る、こっち来るな。じゃあ右に走ってジャンプ、そしてバネに乗ってカキ棒、それでいいんだ。頼む、何も来るよ。絶対何も来るなよ。お帰りなさーい。
私は見ましたよ。この世界じゃ俺が神だ。この場所に追っておけばいい。そうだろう。そしたら石足が戻ってあのカキボを倒してこのドアに入る。さあ中間ポイントそろそろ欲しいな。中間は何もしないでいい。みんなこれこのコースキチキすぎてこされる。もうお前はいいんだよ。中間がない、全然ない。おかしくないかな。12万人のおめでとうコースって言ったらさ、もうちょっと優しかったりお祝いしてくれるようなコースなんじゃないの。それなのに何このキチキさ、上からトゲコンを落としてくるとかさ、もう完全にやりに来てるじゃんけん。これは上下どっち。上から行ってみる。こっちの方が怪しいもんな。そんでさ、僕ずっと思ってたんだけど、このコースは小6とか中1レベルが作るコースを超えてない、はるかね。めちゃめちゃすごくないか、このコース。うますぎんだろ。いや大人顔負けないよマジで。だからこのコース本当にすごいって思ってる人、高評価してもらっていいですか。人の顔を自分の高評価にしていく。バカだ。いや違うのよ、みんな聞いてくれ。この方ね、僕が1個動画を出すたびに毎回 DM をくれんのよ。今日も動画面白かったですみたいな、しかも内容もさ、どこどこが面白かったですみたいな、ちゃんと律儀に DM をくれんのよ。ちょっと待って、今この亀の甲羅さ、こっちまでなんか来なかった。ここ壁あるじゃん、すり抜けてきたよな。あー、こういうバグも使用してるってか。いやだからさ、高評価の数があればこの方のね、あの励みになるかなと思って、という言い訳をしておく。そしてさっきここ魚来たよな、だから一旦左に逃げておこうか。オッケーオッケー。そしてこの音符は踏んだらまずい。上は何もないな。踏まないでこのまま下に降りてみようか。絶対ブラバが落ちてくるよ、見てて。あれなんか来ると余ってた。さあ行きましょうマリン。そしてあそうね、今気づいたんだけどさ、この右側壁の中にブロックが埋まってない。これどうやって作ってんだろうな。じゃあ魚を避けていく。そしてもう出ないと思う、一方通行だからね。さあドアに入っていきましょう。そろそろ中間は、お中間が見えないよ。お中間、おらら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 。じゃあここはすぐ右に行けっていう感じだね。そんでこの上に行けばいいのか。まあ上しかないよな、一方通行だから。中間が見えた。あの中間絶対無理して、ここまで来るのめっちゃ長いもんな。でもこのリフト絶対にバグが来ると思う。どうすればいい。乗って何もしないでいいのか。もう右押しっぱ、右押しっぱだ、右押しっぱ、みやったやったぜ。母ちゃんめちゃめちゃ嬉しい。てかクワジャビンセッチを押してリフト、なんでそこに出てきた、くちびる植物が。あー、やっと中間ポイント取れた。めちゃめちゃ長かったここまで。そしてここのドアは、あ、入れないな。ってことはここ中間ポイント戻しなんじゃね。もうやめてくれって、中間戻しなんてさ。じゃあビンセッチを押して一体何もしないでおこうか。ほらなんかおかしい、あんなところにパックが出てくるなんて絶対おかしいと思う。フォローブブロック、なんか踏めねえしさ。こっからバグりまくりのコースですが、上等じゃねえか。楽しみだよその分さ。ここは足場がない。そうだろ、わかってるんだよ僕は。あの白いのは足場じゃないっていうことかな。そしてここはパン持ってこいって書いてる、上から降ってくるみたいな。あーなるほど、そういうことね。そしてこのまま先に進めませんね。パウちゃまを持ってこいってことは、方法は一つだ。このブラパを動かせばいい。動いて。ちょっと待ってよ、じゃあさ、もしかしてここ床じゃねえか。絶対床じゃないと思い込んでた。でこれでパンを2つ持っていけるっていうことね。そしてこのハテナブロック壊れるっていうことは、鉄球が出てくると思う。オーケーオーケー、分かってんだそんなことは。ゴロゴロしてんじゃねー。この制作者さんね、ガチで天才だと思う。本当にめったに見ないよ、こんなにうまいトロール制作者さん、日本人でさ。じゃあすぐ綱に捕まって下に行こうか。そしてちくわブロックに降りればいいのかな。あの土管は多分入れないと思うんだよな。そんでここはハテナブロック叩いてみる。まあハテナブロック叩いたら魚かなんかでしょ。それはわかるか。いいねいいね、こんなところにバグを使用してくるなんてさ、これから先めちゃめちゃ楽しみだよ。そしてここのオープンブロック乗らない方がいいと思う。隠しブロックはないみたいで、だからこのまま渡るのがいいよ。いやすげえ気になる。実はさ、下からオープンブロックを叩いてアイテムを出すとか、そういうパターンもありえるんだよな。一旦乗ってみようか。もう
う誰が交代して。興味本位で行くなピオキング、罠だって分かってるじゃないか。こんな音符なんてさ、まさかすり抜けとは思わなかったけどな。じゃあここもすり抜けるんじゃない。この地下ブロック怪しいな。左を審判しておこうか。左を審判やっぱりね、絶対すり抜けると思ってた。そしてこのハテナブロックを叩いた瞬間左に行こうか。あ、このハテナブロックもすり抜けるんだな。じゃあこのちくわブロックもすり抜けるっていう可能性がある。うわ、どうしよう。ちくわブロックの方が怪しいよな。でもこのハテナブロックの方が正解だ。もう2分の1はやめてくれって。こういうのマジで弱いんだって。そしてバブルが出てきたってことは、一旦このちくわブロックを先に落としておかなきゃいけないんじゃないのかな。絶対そうだよ。ちくわブロックすり抜けんじゃねえか。じゃあ叩いて一旦右に逃げておこう。そしたらバブル落ちてくるでしょ。そしてこれドアに入る。いい加減にせんか。ちくわがすり抜けたり、ハテナがすり抜けたり、音符がすり抜けたり、ブロックもすり抜ける。もうやめてくれって。何も信用できねえこの先。なあサンボ、お前は来るのかい。なんで来れんのよ。マリオをやってるということを忘れるんだピオキング。もはやこのゲームはマリオじゃない、違うゲームだ。この下はちくわブロックすり抜けないのかい。オーケーオーケー。そしてこのまま右に行けばいいっていう感じね。でここは隠しブロックがあるんじゃないのか。絶対そうだ。急にオンオフブロックが変わるとかそういう感じではないのだ。ダディ、もうすり抜け禁止じゃん。そんなのずるいやん。もう僕やめる。もう僕このコースやめるじゃん。急に子供。まあ僕がお兄ちゃんとストリートファイターを小さい頃にしてた時はそんな感じでしたね。さあここはすぐにジャンプしていこうか。絶対に隠しブロックがあると思うんだけどな。あ、なんもないのね。この四角の枠信用していいのか。一旦行ってみるか。何も来るなよ。ジャンプしてこの場所で何もしない。ほらほら、あってるあってる。さあ行こうぜマリー。そしてここはピースイッチを押して、もう一回何もしない。何もしないが正義だな今回は。キノコ様、いやキノコ様を取ることがあってないかもしんない。すいません、今心の叫びが出てきたみたいです。どっから出てきてんのよそれはさ。もうゲーム性壊れるって。こんなのマリオじゃないって。これどうやって行けばいいの。なんか行ける感じしないよ。大丈夫。いやこれむつけっくね、行くの。いけないって。これチビにならなくちゃいけない、もしかして。いやでもチビになれる場所ないよな。本当にいけない。なんかいけそうでいけないんだよな。今さタイムギリまでやってたんだけど、どうやってもあそこ登ることができなかったんだよな。こっからどうするかなんだけど。あ、カエルが出てきた。はいはい、なるほどね。もう分かんねえんで、そんな泣いててくれよカエルさ。ゲロ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 ってさ、ケロッピーに助け呼ぶところだったじゃんか。何を言ってるんだろうね僕は。じゃあここはブロックは壊していいと思う。そうだろう。そしてこのブロックすり抜けんじゃないの。そして上に行かされるみたいだ。ほら、やっぱりやっぱり多分上のブロックもすり抜けるんだよ。もうそんくらい分かってんだよ生息者さん。もうかなりすり抜けられてきたらからね僕は。今噛んだね、ごめんなさい。じゃあドアに入っていきましょう。ドアじゃない、ドカンね。さあここでチェックポイント取れる。頼む、やった。え、もしかして左に逃げたこと。なあこっちはチェックポイント戻しなのかい。もしかしてチェックポイントに戻すパターンのやつなのかい。どうなんだ。ラルって書いてるな。あのドアは怪しいな。何が起きてるんだろう。チェックポイント戻し狙いでやってくれよ。いやー、この場所に追っておこうか。そしたら鉄球が出てきてくれて、左にゴールがあると。そう信じたい。頼む、もうゴールあっていいよ。本当にめちゃめちゃ長いからさ。これ上と左どっちなんだい。鉄球を追いかけてみようか。あ、なんか戻ってる。うわ、すげえ戻ってる。ねえこれ今まで来た道を戻ってる感じだよな。で最初に戻したらゴールがあるとか、そういうことなんじゃない。いやめちゃめちゃすごいほど。え、いやなんかしかしねえな。こっちあの死に耐久の場所なんじゃない。多分そうじゃないでくれ。いやこれ右開くんじゃない。右のブロックあそこ怪しいよな。多分もう邪魔すんだって。あそこに、あそこが開くと信じて僕は右にこのまま進もう。全然進めねえ。いやいける、いける。あそこ開くんだろ。頼む、開いて。どうなんだ、あそこにゴールがあるんだろ。そうって何に開かないの。もう
頼むって。いや、家まで行ったらあの線があるじゃん。あそこまで行ったら実は開くみたいな。そうなんじゃない？あと一回ジャンプすれば開く。開かない、開く、開かないの、開かない、開かかまだチェックポイント1からやり直しじゃねえか。じゃあ他に行き道があったんかな。一旦出しておこうか。一旦この鉄球出しておいて、なんか上に行けるような場所もあったからさ、こっちとか行ってみろ。隠しブロックがある。え、全部もしかして。うわマジかよ。え、じゃあさっきのところで合ってたんじゃない。これ以外に行き道ないよな。なんかヒントっぽいとこ。いや向こう行ってくれよ鉄球。この上も行けないでしょ。じゃあさっきの C 耐久のところで合ってたんじゃない。だってそれ以外行き道ないもんな。ちょっともう一回行ってみるわ。あ、なんかあった、なんかあった、あった、え、さっきやられたよな。もしかしてクッパクラウンに乗ってたからこの隠しブロックが出なかったみたいな。いや、なるほど、そういうことで、オッケーオッケー。さあこれでこう、どかに入れませんよ。なんでそういうことするの。オンオフをしてってこと。え、待って、全然意味がわかんねえ。みんなここまでは分かったのよ。 P スイッチが切れた時にオンオフが変わるんだよね。まあ、そん時に左上のツタが出てくるんだけど、そん時にこの土管に入る。そしたらね、あの右上のガリガリのところがあるじゃん、あそこの隠しブロックが叩けて、その後なんだよな。どうしてもね、あの右の土管にね入れないんだよな。いや、それ以上にこいつらを何回もしてんだけど、マジでめんどくさいんだよな。さあここでオンオフをする。でね、ここの右絶対に土管に入れないの。僕ね、ミスったかなと思って何度かやり直ししたんだけど、何回やり直してもね土管に入れないから、こっからマジで行き方が分かんないんだよな。だからちょっと聞いてきていい？制作者さんにマジで聞いてくるわ。ちょっと待ってて。はい、初めて制作者さんに今答えを聞いてきました。だってこっから本当に行き方が分かんなかったんだもん。そしたらさ、オンオフ ×12 っていう意味らしいんだよね、右のが。だから中間ポイントに取った後にオンオフする場所があったじゃん、ブンブンが行ったところ。そこでオンオフを12回したら先に進めるらしいんだよな。だから中間にまで戻りたいと思います。こっからね、12回すれば何か変わるらしいよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。本当に変わったよみんな。こんなの絶対わかるわけないよね。ね、12ってさ、ちょっとわかりにくかったもんね、さっきのヒント。でもこのコース自体すごく素晴らしい。あー、2万人に減ってんじゃねえか。本人から答えを聞いたとか言わないでそのまま進めてってもよかったんだけど、嘘はよくない。どうすればいいのこれ。右がダメっていうことがわかった、なら左にジャンプしてみよう。それで先に進めるのさ。もうここ足が回るじゃねえか。ナイスバレ。そんでブラパ、何をしてくるんだい。なんで宙に浮いてんだあのバレは。このまま右にダッシュしていこうか。そうしてフラワーを取ってここで溶かしていく。バグりすぎなんだよさっきから。見てるか制作者、さぞ気持ちがいいでしょうね。自分が作った罠にこんなにバガスか引っかかりまくってさ、もうどうすればいいのよ。あーじゃねえんだよ。実況者やめろ。もう分かったぞ、氷を溶かしちゃいけないってことは、この氷すり抜けれるんじゃないのか。分かんねえんだよ。またかー。もう許して、バグコースなんてゴリゴリだよ。もう二度としたくないって思うで、本当に。もうこの実況終わって1週間ぐらい休もうかな。で、あのハテナ、叩かないでいいのは分かってる。叩かなくても先に滑るんだ。でも気になってしまう。しょうがない、叩いてやるか。もう嫌だ、罠に引っかかるって分かってる。何やくるんだ。バーディー、もう壊れちゃう。僕に早くゴールを見せてくれないと。僕壊れちゃうよ。ゴールはまだなの。どこにゴールがあるじゃねえか。くっそ。いや、もう感情を殺せ。お前は機械だ、何も感じない。悲しみや苦しみも感じない。なんだここは、死体球という感じですかね。なるほど、このカエルを避けながらあの針に当たれっていう感じか。なかなかいやらしいところに出てくんなこのカエル。もうやめて。いや、僕は機械だ。やめてという感情も存在しないんだ。まあまあ、こんなの僕にとっちゃ全然へっちゃらですよ。見てて、もう地理状態になった僕は
配信ジャンプだ。さあ制作者、これでもう終わりにしようじゃないか。ここで右ダッシュすればゴールできるんだろう。頼む、ゴールさせてくれ。何もくれた台画にしろよ。どこの場所に留まっておけばいいんだ。この地球はところだ。それでいいんだろう。オッケー、やった、待ちわびたぜこのゴールがよ。頼む、触れたらやられるとかそういうことはないよな。やったこれ3時間以上かかったんだけど、まあ探してる部分が長かったんだけど、それでもすごく鬼畜でしたこのコース。ただ本当に小学生もしくは中学生の低学年が作るレベルのコースじゃないよね。めちゃめちゃすごすぎるこのコース。どうもありがとうございました。みんな、もう僕今日喋れねえわ。だから今から喋りが必要ないコースをやっていきたいと思います。ということで、この一発バリをやっていきましょう。鬼畜であった手終わったということで、こっちは頭終わってんだよ。そんでサムネから見るに、このコース鉄球が見えると思うんだけど、そこに隠しブロックがたくさん設置してあると思うんだよね。その隠しブロックにマリオが挟まれるから、それを連打して抜けていけっていうコースだね。ただそれがめちゃめちゃきついのよ本当に。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.44%。 これね、前にも似たようなコース2、3回ぐらいしたことあるんだけど、本当に進まないのよ。あの隠しブロックに挟まれると、ちょっと見てって、結構ガチめに連打していくからマジで進まないこれどんだけ長いんだろうな。いや結構本気でやってるんだけど、うわきっちい、これマジで腕ぶっ壊れそうだね。今からもう規制しか出ないと思う。ごめんね、もう本当にね、これ連打していくだけだから、もう規制しか出すことができないんだよな。しかもマジで本気でやんないと、いや腕がマジでぶっ壊れそう。僕ね、今地面にマイク置いたわ。地面にマイク置いて寝そべりながらやってるんだけど、聞こえるかな、このカチャカチャ音が。ちょっと無言になるね。もうやめたい。さっきのトロールコースもきつかったのに、なんでここもきついコースをしなくちゃいけないの。もう腕ぶっ壊れるよ。もう明日から1週間休めないと思うやつダメだ、もうほんと喋りとかなしでガチでやる。いけ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 、そのままゴールまで行ってくれ、頼む。キッチン、ちょっとこれシャレになんで、ね、最速取ってんじゃねえか、クソすげえ嬉しいぜ。ということで、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。寝たまま実況っていうのも悪くないね。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。